株式会社コインパレスは、兵庫県神戸市中央区に本拠を置く、アンティークコインの販売、官邸代行、オークション代理入札などを行う企業。PCGSNGC 認定ディーラー。イギリスコインに特化したアンティークコイン、モダンコインを取り扱う。アンティークコインは欧米では分散投資の対象として定着しており、富裕層を中心に300万人のコレクター人口が、 あり、内訳は、アメリカ合衆国に約150万人、ヨーロッパに約150万人、日本はわずか2万人程度と言われる。恩師より送られた1枚のコインを機に、投資の魅力と美しさに魅了された安井正宏が、こうした点に着目し設立。アンティークコイン業者は、東京一極集中華の傾向にあるが、同社は、 高額なテナント量のコイン価格への転嫁を避ける目的で神戸にショールームを構えた。取扱い商品ではデザインが洗練され注目度が高い上、この市販世紀値下がりがなく、特に価格の下落が少ないとされるイギリスコインに特化している。ヤフオクのアンティークコイン部門で月間売り上げナンバーワンを達成。2018年8月26日には、 身体経営エキスポ投資エキスポインを大阪にも出展している。代表の安井正宏は西日本発の PCGS と NGC の認定ディーラーで日本におけるアンティークコイン投資の第一人者として知られ、著書に究極の資産防衛メソッド、アンティークコイン投資99%勝てる、99%の日本人が知らないアンティークコイン投資究極の 資産防衛メソッド実践編。これが最後の投資になる。初めてのアンティークコイン投資がある。10年ぶりのリニューアルとなる2021年1月発売の平木慶一著世界アンティークコイン大辞典の編集にも携わり、後書きを記している。2016年4月にはアンティークコイン専門店として、国内初の開園性サロン検証ルームをオープン。 ABCDB プラス経営者インタビューアンティークコイン投資のパイオニアを目指して株式会社コインパレス代表取締役安井正宏2020年4月17日閲覧ビズスタ関西ビズライフスタイルナン、no. バー492017年11月号 ABC エベサトシ2017年改定版会社の流儀厳選100社ハット AB ザ21から 一生困らない40代からのお金のため方、増やし方、アンティークコイン投資の世界2017年9月号52、P ハット、専門職ホーラム希少なアンティークコインが揃った、驚きの店コインパレス。2020年4月17日閲覧。ABCDE 安井正宏、究極の資産防衛メソッド。アンティークコイン投資2018年6月22日。 発行 ABC、ビズライフスタイル、特別版、字を刻むほどに価値が増え続ける、美術品。2017年11月10日景気に左右されにくい、将来有望な実物資産。全世界に、コレクターが、約300万人。1枚で、数億円の値がつくことも。2020年4月17日閲覧。コインパレス代表取締役、安井正宏ブログ。 2020年4月17日閲覧。ラグジュアリーな空間での賃貸オーナー、資産家向け博覧会、ヒルトン大阪を熱気で埋め尽くし、大盛況のうちに閉幕から、賃貸経営エキスポ投資エキスポイン大阪が、夏の大阪をにぎわす。日刊工業新聞。2020年4月17日閲覧。全国書店ネットワーク、99%勝てる。 99%の日本人が知らないアンティークコイン投資究極の資産防衛メソッド実践編2020年5月4日閲覧ハンモト .com これが最後の投資になる初めてのアンティークコイン投資すいまさひろ2020年8月25日閲覧コインパレス公式サイト書籍これが最後の投資になる初めてのアンティークコイン投資 2020年8月25日閲覧。これが、最後の投資になる。初めてのアンティークコイン投資単行本2020年8月17日。安井正宏。2020年8月25日閲覧。コインペイルス世界アンティークコイン大辞典。平木圭一著。2020年12月23日閲覧。ハンモト .com 世界アンティークコイン大辞典。 2020年12月23日閲覧。AB 株式会社コインパレス公式サイトアップレイジルアクト鑑定代行。2020年4月17日閲覧。株式会社コインパレス公式サイトアップレイジルアクトオークション代理入札。2020年4月17日閲覧。株式会社コインパレス公式サイトアップレイジルアクト販売代行。 2020年4月17日閲覧。コインプラザ公式サイト。2021年3月22日閲覧。ありがとうございます。